久しぶりだな、スネーク。シャドウ・モセストームは現役の特殊部隊によって占拠された。メタルギア、まさか。こちらスネーク。奴は一体、フォックス・ハウンド部隊と久しぶりだな、スネーク。誰かと思えば、大佐、あんたか。相変わらず不愛想な男だな、スネーク。要件は何だ。君を迎えに行かせたのは他でもない。迎えだと？あの武装した兵士たちがか。少々手荒だったことは謝る。しかし大変なことが起こったのだ。また君の力が必要になった。俺はもうフォックスハウンドを除隊している。あんたももはや司令官ではない。命令を受けるいわれはない。君は引き受けてくれるよ。そう信じている。失礼。この美人は？ドクター・ナオミ・ハンター。フォックスハウンド部隊のメディカルスタッフ。遺伝子治療の専門家だ。軍人か？民間人よ。 ATGC 社から派遣されているの。よろしく、スネーク。ごめんなさい、注射をするわね。何の注射だ。あら、注射が嫌い？スネーク、聞いてくれ。今から5時間前のことだ。アラスカ・フォックス諸島沖のことをシャドウ・モセス島が現役の特殊部隊によって占拠された。どこの部隊だ？フォックス・ハウンド部隊と彼らの率いる次世代特殊部隊。彼らはある要求をワシントンに突きつけてきた。それが受け入れられない場合、核を発射すると通告してきている。核を？うん。シャドウ・モセス島には核兵器廃棄所があるのだよ。フォックスハウンドが核ジャック？そうだ。ことの重大さが分かってくれただろう。君に依頼する任務は2つ。核兵器廃棄所に単身潜入。人質として捕らわれた国防省付属機関先進研究局、通称ダーパのドナルド・アンダーソン局長、アームズテック社のケネス・ベイカー社長、この両名を救出すること。人質にしては豪華なメンバーだな。そしてテロリストの核発射能力の有無を調査し、事実ならばそれを阻止することだ。質問はあるか、スネーク。質問？俺はまだ受けるとは言ってないぞ。まあ、状況を聞いてからでも遅くはあるまい。核兵器廃棄所の状況は？うん。核兵器廃棄所は地下基地だ。最新鋭の情報機器を駆使しても内部の状況は不明だ。人間が潜入して内部情報を探るしかないのか。スパイ映画のように。で、潜入方法は？空からの潜入は無理だ。この嵐だとな。潜水艦で廃棄所の近くまで接近する。近くまで？そうだ、数マイル付近までだ。廃棄所には水中超音装置が、エンジンやプロペラのノイズを拾う。そのために発見される恐れがある。そこからは？小型潜水艇を射出する。射出？魚雷と同じだ。推進機はついていない。島に最接近後、潜水艇を破棄。あとは泳ぎだ。このアラスカの海を泳げというのか？うん、その最新スーツが役に立つと思う。島全体が核廃棄施設になっている。上陸後は無線機で指示を出す。俺の他には？
いつものように単独でのスニーキングミッションだ。装備も武器も現地調達、非公式の極秘任務だ。公式な支援は当てにせんでほしい。タイムリミットは24時間だ。彼らは24時間後に核を発射すると言っている。核ミサイルの目標は？今のところ目標については触れていない。いつからだ、カウントは？すでに5時間が経過している。大佐、あんたは誰を代表している？もちろん合衆国政府を代表している。作戦の責任者は誰だ？合衆国大統領だ。ということは今頃ホワイトハウスの地下でお祭り騒ぎか？いや、ビデオリンクで話をしているところだ。核弾頭が本物だとすると COG 発令？いや、まだだ。国防省長官が全権を担って指示を出している。君が潜入して事実関係を調査、核が事実なら COG が発令される。彼らがまだワシントンさんの核シェルターに避難していないんなら、こんなに心強いことはない。国家安全保障局も絡んでるのか？ DIA も動いている。 DIA? 嫌な予感がするな。応援が来ると思う。制服連中よりも核の専門家が必要だ。もちろんだ。核の専門家を一人つける準備をしている。誰かに専門的なサポートをしてほしい。核兵器に関してはこっちは素人だ。分かってる。ナスターシャ・ロマネンコという軍事アナリストに協力を依頼している。無線機でサポートしてくれるはずだ。女のアナリストか。核エネルギー調査チームの顧問として成果を上げている人物だ。何か聞きたいことがあれば彼女と連絡を取ってくれ。彼女はハイテク兵器にも詳しい。その女は今どこに？ロスの自宅だ。カリフォルニアか。こことは大違いだな。大佐、退役したあんたがどうしてこの作戦を？フォックスハウンドを知る数少ない男だからだ。本当にそれだけか？私は軍人生活が長い。他の人生は知らん。老いてもなお現場にいたい。大佐、俺はあんたを知ってる。本当のことを言ってくれ。すまないスネーク。わかった。正直に話そう。私の大切な人が人質になっている。大切な人？名のメリルだ。大佐に名がいたとは。彼らの放棄当日、数名のフォックスハウンド隊員が行方不明になった。急遽名が部隊に補充されたんだ。あんたに似てるな。弟の娘だ。弟は湾岸戦争で死んだ。それ以来面倒を見ている。個人的な動機か。軍人らしくないな。私は退役している。ただの老人であり君の友人だ。いつ友人になったつもりだ？ザンジバーランド陥落の時から君を親友だと思っている。俺のような躁鬱気質はこりごりのはずだ。君のそういうところを信用している。頼むスネーク、あの子をメリルを助けてくれないか？分かった。その代わり条件がある。なんだ？俺と大佐の間では隠し事は一切なしだ。それと俺はあんたからしか指示を受けない。
連絡にカットオフを使わない、この2点だ。いいだろう、そのために私が呼ばれたんだ。それからなんだ。私はもはや大佐ではない。わかった、大佐。そこの女博士も作戦に参加するのか。彼女はフォックスハウンド部隊のジェーンセラピーを担当していた。彼らのことは一番よく知っている。男の裸体も見慣れているってわけだ。誤解しないで、これでも科学者よ。さっきの注射は何だ。低温下でも血液や体液が凍らないようにする不凍物質の不凍糖ペプチドとナノマシンの混合液よ。ナノマシン。ええ、それも一種類ではないわ。それぞれがアドレナリンと栄養剤、糖分の補給を行うの。食事の心配はいらないわけだ。それにヌートロピクス。何だって。ヌートロピクス、知的認識能力を高める薬。頭の回転が良くなる薬か。他には。ベンゼドリン、服用すると興奮と緊張状態が12時間持続する覚醒剤の一種。大層なこったな。それだけか。最も重要な通信機のバッテリー、これもナノマシンが補充するのよ。この分だとダイエットも頼めそうだな。どういたしまして。DARPA 局長に兵器会社の社長、核兵器廃棄所なんかに何の用があって。実はテロが起こった時、ここである演習が行われていたのだよ。 DARPA の局長とアームズテック社長自らが参加するくらいだ。何かの新型兵器を使った演習か。それは知らされていない。そいつらの正確な居場所は。 DARPA 局長にも発信機を打ち込んでいるの。だから近づけばレーダー上に彼の位置が表示されるはずよ。本当に奴らは核ミサイルを撃てるのか。弾頭のシリアルナンバーまで伝えてきた。符号したのか。そうだ、少なくとも彼らは核ミサイルを保有している。今回のようなテロを防ぐための起爆コードみたいなものは。うん、起爆コードパルは存在する。たとえ核弾頭だけでもな。パル、パーミッシブアクションリンク、すべての核ミサイルに装備されている安全制御システムだ。だがそれでも安心はできん。なぜ。ダーパ局長が発射暗号を知っているからな。しかし核弾頭があったとしても核ミサイルは解体されているんだろう。廃棄所では核弾頭を外しているものだ。弾道ミサイルなんて簡単に入手できるものじゃない。まあ確かにそうだが、冷戦終結後、金さえ出せば何でも手に入るご時世なんだ。テロリストは演習中だったということだが、どの程度武装をしている。かなりの重装備だ。彼らの戦闘経験は。首謀格である6人のフォックスハウンドはいずれも強者ばかりだ。なんといってもフォックスハウンドだからな。お褒めいただいて恐縮だ。その他の連中は次世代特殊部隊だ。彼らも相当に手強い。奴らの要求は何なんだ。ある人物の遺体だ。遺体。そう、遺体だ。正確にはゲノム遺伝情報を含むある人物の細胞標本だ。細胞標本。なぜそんなものが。テロリストたちにはそれが必要なんだ。
実は次世代特殊部隊隊員たちは遺伝子治療によって強化されている。遺伝子強化？知っての通り、人のゲノムマッピング、人ゲノム計画はほとんどが完了している。さらなるステップとして、今戦闘に最も適した遺伝子の究明が行われているのだ。戦闘に適した遺伝子なんて存在するのか？ああ、実在する。それらをジーンセラピーで兵士に還元する。ジーンセラピー？そこは私から説明するわ。ジーンセラピーによって病気や疾患を誘発する遺伝子を取り除いたり、逆に孵化したりすることが容易にできるの。つまり、あらゆる遺伝病を克服できると同時に、遺伝的素質を任意に追加することもできる。戦闘に適した遺伝子が分かれば、それらを組み込むことができる。ええ、そうよ。ただし、戦闘に適した遺伝子の究明がされればの話だ。戦闘に最適な遺伝子が何なのか、それを知るためには戦闘に優れた兵士の遺伝子を調べることが重要になってくるの。戦闘に優れた兵士。20世紀最強と言われた伝説の戦士。まさかビッグボスのことか？そうよ。彼の細胞から戦闘に適した遺伝子、ソルジャー遺伝子の解析が急ピッチで行われているわ。現在までに60のソルジャー遺伝子が発見されている。遺体を回収していたのか？そうだ。細胞は大切に冷凍保存されている。彼のゲノム情報は人類の宝だ。軍のだろ？遺体の消失は激しかったけど、髪の毛一本あれば DNA 情報を再現できるの。その判明した遺伝子を兵士たちに？遺伝子ターゲッティングという技術を使ってね。最強の戦士は訓練や経験などの後天的な要素では生まれない。遺伝子の中に含まれた先天的なものが重要な。スネーク、彼の遺体を渡すわけにはいかんのだ。いかなる大量破壊兵器よりも戦略的な意味を持つ。テロリストたちは自分たちのことをビッグボスの息子たちと名乗っているの。ビッグボスの息子たち。その次世代特殊部隊というのは？もともとはバイオケミユニットやテクニカルエスコートユニット、核エネルギー調査チームから編成された実力対テロ特殊部隊だった。 NBC 兵器を含む次世代大量破壊兵器の攻撃に対応するためのな。そう、彼らが加わるまでは。彼ら？彼らはもともと正規軍ではない。様々な人種で構成されているようだが、傭兵出身者なのか？もっと立ちが悪い。彼らのほとんどが傭兵派遣会社出身だ。偉大な英雄ビッグボスに組織された私兵軍隊だ。そこを軍が買い上げた。アウターヘブン。その後 VR 部隊フォース21と合流して訓練された。次世代特殊部隊はシミュレーション部隊とも呼ばれている。実戦経験はないと思っていい。テレビゲーム世代の兵士か。でも彼らはジーンセラピーを受けてるわ。戦闘に優れた遺伝子を組み込まれているの。だから実戦経験が浅いと言っても気を抜かないで。国際法でジーンセラピーの軍事利用は禁じられているはずだ。確かに。でもどれも宣言であって条約ではないわ。彼らのほぼ全員が今回の放棄に賛同しているんだ。部隊全員がなぜ放棄を？彼らは決起と呼んでいるわ。ジーンセラピーによる同類意識としか言えん。彼らは部隊を家族とみなしている。ビッグボスの息子たちか。正規の軍人なら定期的にカウンセリングを受けていたはずだ。
思想、心情、忠誠心、愛国心、全ての精神面で A クラスの判定を受けている。全員が放棄に参加したのか。いや、当日数名が集合しなかった。そのため隊員が補充された。事前に何か兆候はあったのか。1ヶ月前、彼らの行動がおかしいとの報告があった。ソルジャー遺伝子の情報を無断で引き出し、ジンセラピーを行っていたらしいの。あんた抜きでそんなことができるのか。ええ、ジンセラピーはすでに自動化されているわ。それに彼らはみんな IQ180 以上の天才ばかりよ。彼らゲノム兵は存在自体が国家機密だ。下手に刺激はできん。内定を進めて証拠をつかめば逮捕に踏み切るはずだった。ハイテク特殊部隊フォックスハウンド。かつて君が所属し、私が指揮を取ったこともある特殊部隊だ。あらゆる技能と知識を持ち合わせている精鋭中の精鋭。それは私が退役した後も変わっていない。まだ存在していたとはな。今回のテロには6人のフォックスハウンド隊員が参画している。サイキック能力を持つサイコマンティス、天才女狙撃手スナイパーウルフ、変装の達人デコイオクトパス、巨漢のシャーマンバルカンレイブン、拳銃の名手だけでなく拷問のスペシャリストとしても知られるリボルバーオセロット。これじゃまるでコミックじゃないか。そして彼らを率いるのがフォックスハウンドの実戦部隊リーダー、リキッドスネークだ。リキッドスネーク。そうだ、奴に対抗できるのは君しかいない。リキッドスネーク。リキッドスネーク、君と同じ暗号名を持つ男。固体のソリッドに対して液体のリキッド。何者だ。彼は10代で湾岸戦争に参加した。 SAS での最年少記録だ。スカッドミサイルの移動発射台を破壊する特殊任務だった。君もグリーンベレーと共にイラク西部に潜入したはずだ。俺もまだ10代のガキだった。詳しいことは極秘だが、もともと彼はSIS のスリーパーとして中東に潜伏していたらしい。イギリス情報局 SIS の男か。しかし彼はセンチュリーハウスに姿を現したことは一度もない。彼はイラクに捕虜となり、その後消息を絶った。君の除隊後救助され、フォックスハウンドに入隊した。俺の除隊後なら暗号性は廃止されているはずだ。本名はわからん。何もかも極秘扱いだ。私でさえも見ることはできん。これが彼の写真だ。驚いたろう。肌の色こそ違うが、何もかも君に瓜二つだ。俺に双子が。詳細は分からんが、そういうことだ。この作戦には君が必要なんだ。彼に勝てるのはあなたしかいないのよ。あなたに今会って確信したわ。あなたにはリキッドにない何かを感じる。気休めにもならんな。ハサミを貸してくれ。どうするつもり？心配するな。ちょっとさっぱりしたいだけだ。え？テロリストのリーダーに間違われたくないからな。